皆様こんばんは、キスラ長崎です。今私はグラバー園近く来ております。長崎放浪ぶらり日記っていうことでございまして、この時間やっぱ遅かったですね。お店が閉まってますね。いろいろお土産屋さんがずらーっと並んでるんですけれども、遅かったか。そらそやな。よいしょ、ちょっと歩いてみたいと思います。よいしょ。今日は三日月が綺麗です。修学旅行の時に一回来たことあるんですけれどもですね、長崎はガラスの街でも有名です。ちょっとすいません、撮影させてもらいます。よし。おー、綺麗ですね。とても綺麗です。修学旅行の時に、私は長崎出身なんですけど、ちょっとその時に転勤で佐賀県に行きまして、で修学旅行がなんと長崎に戻ってきたと。久しぶりに来ました、大浦天主堂です。長崎観光名所の一つです。ここまでは大丈夫なのかな。ちょっとすいませんね、撮影させてもらってます。はあ、神秘的や。久しぶり来た。よいしょ。以上、長崎ぶらり放浪日記、大浦天主堂から撮影でした。